本日はご視聴いただきありがとうございます。これより第14回恵比寿映像祭ラウンジトークを始めさせていただきます。私はモデレーターを務めます恵比寿映像祭キュレーターの伊藤隆弘と申します。本日は出品作家の三田村みどりさんをゲストにお迎えしてお送りします。三田村さん、よろしくお願いいたします。三田村さんは今回2階の展示室で Till We Meet Again、 Till We Meet Again、 また会うために私は作ろう、 Till We Meet Again、 また会うために私は作ろうのためのサウンドインスタレーションという3つの作品を展示していただいています。はいはい、その中で Till We Meet Again という2013年に制作された映像作品が、今回、まず作品の起点になっているんですけれども、はいはい、その Till We Meet Again という映像作品について、はい、まずお話を簡単に伺いたいと思います。はい、はい、Till We Meet Again、この現代となるそのタイトルなんですけど、これは1918年に、発表されたアメリカ の、まあ、ポップソングというかで、まあ、その音楽の背景は、まあ、タイトル通り、まあ、恋人同士が第一次大戦中に離れ離れに、まあ、なった男性とね、兵士と、まあ、その恋人 の、まあ、思い出を歌った歌なんですけれども、それで、まあ、その Till We Meet Again という、まあ、タイトルの通り、まあ、再会をテーマに作った映像作品です。それでまあ、ちょうどその時50歳を目前にして、うん、でまあいろいろ、まあ、これまでの、その30代前半から作家活動を始めて、で50歳っていう節目が何かちょっとこれまでとは違う、まあ、未知の次のフェーズに行くような、うん、まあ、人生の中でそういうこう、まあ、気持ちになって。うん、で日常の中でこうやっぱりこういろいろなこう、自分はこう例えば作家として毎年のように海外に行って、で、まあ、人と会って、で友人関係もできて、でそういったこう当たり前の日常がこの先もずっと続いていくのかなって想像した時に、もちろんずっと続くはずはないんですけど、まあ、ゆっくりではあるけども、まあ、自分も友人たちも年を徐々にとって、うん、まあ、いろんな日常がこう行くたびに変化していくのをこう感じるように、まあ、うん、まあ、特に意識する年頃だったんですかね。うん、それで、まあ、何かフィールドワークで新作を作ろうと思った時に、まあ、たまたま2ヶ月ほど、まあ、ドイツとオーストリアで滞在制作だったり、まあ、展示 の、 発表する機会があったので、それを機に、まあ、友人たち、よく会う友人たちだけじゃなくて、まあ、しばらく会ってない海外の友人たちとの、まあ、再会の瞬間を、ちょっと悪趣味なんですけど、まあ、録音を、音声だけを録音して、で本当に再会の、まあ、なんてことのない会話だけを、まあ、取り出して、でそれにその現地で撮った映像っていうのも、やっぱり日常の中の本当にちょっとだけ風に揺れる瞬間だったり、そういったなんか静かな時間の変化みたいなものを取りためて、で音声と画像、映像は直接はリンクしてないんですけど、その時の印象に合った映像を当てはめて、まあ、全部で17シーンぐらいの、まあ、再会の場面、うん、1本の映像にした作品です。なんかその再会の場面の会話っていうのがすごいこうリアルで、田村さんとその友人の会話なんだけど、自分もこう見て聞いていると、なんかこう自分も確かにこういう瞬間ってあったなって思い起こせるさせるような会話が繰り広げられていて、ちょっとこう久しぶりに会ってこうテンションが高揚した感じとか、なんかそういうのがすごいリアルにそのまま出されていて、なんか
今なかなかこう簡単に、まあ、旅とかに行けない状況になっている中で見るとちょっと響くものがいつも以上にあるなっていうのをすごい今回改めて見て感じたんですけど、はい、私もその見た方の感想を聞いて、まあ、本当に私の個人的な再会シーンなのに、まあ、みんながそうやってその共感してくれる、うん、まあ、部分っていうのに逆に驚いていて、うん、で、まあ、何のストーリーもあるわけじゃないし、はい、特に何の場面展開もない、うん、会話だけのそれも大したことは話してない、うん、その瞬間のなんか言葉に。なんかみんながこう自分の日常と重ね合わせてもらえるっていうのは、うん、きっとなんか私の作品を通して、まあ、見る人がその人の自分自身の人生のなんかこう追体験をしてくれてるんだなっていう感じがします、うんうん、はい、なんかすごい見ていてやっぱり自分と重ね合わせるところがある作品だなと思っていて、はいはい、で今回それに加えて2つ「Till We Meet Again また会うために私は作ろう」という作品と「Till We Meet Again また会うために私の作ろうのためのサウンドインタレーション」という作品を展示しているんですけども、はい、まず昨年、はい、あもう一昨年になってしまうんですけども、アッセンブリッジ名古屋というアートフェスティバルがありまして、はい、まあ、そこで三田村さんが、はい、滞在制作をされたりとか、はい、そこで起点になっていたのが、はい、やはり今回展示している「Till You Meet Again」という映像作品があって、そこから滞在制作していく中で生まれたのが、うん、その2つの残りの作品という形になるんですけど、そうですね、はい、ちょっとその経緯についても改めて伺えればと思います。はい、はい、アッセンブリッジ名古屋っていうのは名古屋 その名古屋港周辺で、まあ、5年間にわたって、まあ、開催されていた音楽と芸術のフェスティバルだったんですよね。それで、まあ、その「Till We Meet Again」の映像を、まあ、その時の、まあ、やっぱコロナ禍真っただ中にあって、うん、やっぱ人と会えないっていうその日常を、まあ、よりこう、まあ、身近に感じ、うん、まあ、させる映像作品という、うん、まあ、その感覚的にね、ということでお話しいただいて、でさらに、まあ、そこがで、まあ、何か制作をするとなった時に、何ですかね、こうとにかくその2020年の状況って作っていたくて、うんうん、でそれで3ヶ月間公開制作にしたいっていうことを、はい、まあ、私の方からまあ、お願いしたんですね、うんうん、で通常はそのまあまあ、アートフェスティバル その初日に作品ができ、まあまあ、そこからスタートするっていうことっていうのは、うん、まあ、通常はあまりないんですけど、まあ、いくつかのインスタレーションはすでに始まる前に作っておいて、それで、まあ、とにかくその場でこう自分が吸収したものを作品化したいと、うん、まあ、思ったんですね。それで、まあ、名古屋港に行ってまずそのリサーチを、まあ、リサーチって言ったって、まあ、ブラブラ散歩してるだけなんですけど、はい、まあ、何をテーマにしようかっていうのも何も考えてなくて、うん、まあ、それでいつも私は、まあ、なんていうんですかね、まあ、出会いの中から自分の日常の中での、まあ、偶然の出会いからテーマをこう見つけ出していくことが多いので、でたまたま名古屋港を歩いていて、まあ、太郎と次郎という南極観測船が、まあ、置き去りにしてきた、うん、カラフト犬の、まあ、像が公園にありまして、はい、でその背後に、まあ、船がね停泊してるんですけど、うん、それが南極観測船富士っていう南極観測船としては、まあ、第2号になる。あ、2号。1代目が宗谷っていうその太郎と次郎が乗っていた船で、はい、
その2代目の富士っていうのはもうあの、ま、なんていうんですかね、もう役目を終えて、はい、で30年ほど前から、名古屋港に、まあ、永久停泊してその、まあ、博物館としてまあ、停泊してるっていうことを知ったんですね、はい、それで、まあ、富士についてちょっと調べていたら、まあ、なんとその起工日っていうその着工した日が1964年の8月28日っていう、まさに、まあ、私の生まれた日に起工をし、うん、起工式が行われたっていうことを調べて分かって、そうするとなんかもうこれはその私のこうテーマにするもう運命だったり違いないみたいな風に、うん、思ってですね、それでこうじゃあなんこの富士をテーマに何か作品を毎日作っていこうということに決めて、で作り始めたんですね、うん、はいはい、まさにその同じ誕生日だと分かった瞬間の驚きというのは、そうですね、なんか、まあ、いつもこう偶然の中で、まあ、うん、まあ、こうテーマを見つけているので、うん、で、まあ、最初はね、そのいきなりその船と南極観測船と自分とのつながりが、うん、ただ誕生日っていうだけでどこからっていう、でもすごいつながりですよね、やっぱり。それで実際にその船の中に入ってみたら、はい、なんですかね、その当時 の人々の観測隊員の方々のが日常を蝋人形館として再現してるんですね、でまあその中で何かこうゲームやってたり、はい、あと床屋さんがあったり、あとキッチンだったり、まあ本当にまあその船の中で南極までどのぐらいかかるか分かんないですけど、うん、でまあその長い航海と、うん、あとやっぱり家族と離れて船、ね、旅立つわけなので、意外にもその男の人たち の、 その前室に、うん、こうぬいぐるみとかね、あと、まあ、家族の写真もなんだけど、可愛いなんか当時の本当に私の小さい頃に身近にあったようなマスコットとか、意外です、ね、そういうものが飾られていたいるんですよ、はい、結構。やっぱりそうやってね、なんか仕事と生活の場が一緒になっているところで、うん、やっぱり家族を身近に感じていたいんだろうなっていうのが、うん、なんかこうすごくこう伝わってきて、うん、それでそのマスコットというかぬいぐるみの写真もワンカットだけ、うん、作品の中に入れているんですけども、うん、で何だったかなそれでその、まあ滞在政策っていうのが、まあ、それもなんか長い航海のような気がして、うん、3ヶ月間のね、でまあその毎日作るっていうことを、まあ、船のね建造というか造船に例えて、で航海政策室を本当にまさに航海と航海をかけて、はい、で航海日誌っていう、はい、まあ、政策日誌なんかもつけつつ、はい、で毎日ちょっと船に見立てたそういう造船に見立てたりした、あとその造形と、うん、あとまた南極といえば、まあ、ペンギンなんですけど、うん、まあ本当にペンギンしか浮かばないんですけど、ね、でペンギンをのちょっとフィギュアを、うん、まあ、いつも私がインスタレーションの中で、まあ、小さなトイソルジャーだったり、うん、宇宙飛行士だったりが登場するので、まあ、新たにペンギンを加えて、で何かその何ですかね、やっぱその今のコロナ禍の日常みたいなものが、そのなんか人類の歴史の中の、うん、なんかちょっとこう今の、まあまあ、この。まあ、半世紀を振り返ってどんどんこう、まあ何ていうか、いろんな問題、社会的な問題とかそういったものの
なぜかその、まあ、しっぺ返しじゃないですけど、うんうん、そういったものがとつながっているような、そういうちょっとペンギンが人間社会を俯瞰するような、うん、そんな感じ の, あのちょっと時空と、はい、がちょっとずれたような、うん、物語が、うん、あのそういう風景が見えてくるようなインスタレーションを最終的に作りました、はい。まあ、今回展示されているのが、うん、そのインスタレーションを、うん、まあ、東京都写真美術館の恵比寿映像祭で、はい、こう改めてこう再構築していただくっていう展示になっていて、はい、実際にその、うん、南極当時そのうん、隊員が行った時にこう記録した映像っていうのもちょっとこう、はい、そうですね、編集されて流れていたりしてます、はいはい、その中にもやっぱりこうペンギンがそうですねたまにこう出てきていて、やっぱりなそもそも南極にこうペンギンいるんだっていう本当に驚きがまで、ね、あんまりこうちゃんと見ることがなかったので、はい、こんなに近くにいるんだっていう、そうですね、うん、ペンギンにしてみたら驚きですよね、うん、いきなりこう大きな船と、そうですよね、人間が来て氷をバリバリ割ってきて、うん、そうなんですよね。その中にもなんかペンギン目線でペンギンからの目から見たその船がどんどんこう迫ってくる様子の映像が結構あって、はい、それもね、なんかあの面白いなと、そうですね、見てました、はい、いやでももちろんその南極行ったことなくて、うん、その、うん、当時行った隊員の人たちがどういう風景を見ていたかわからないんですけど、やっぱりこう三田村さんのインスタレーションを通して、まあ、三田村さんの個人的なそれは視点ではあると思うんですけど、なんかそれがこう一つの風景としてこう立ち上がってくる感じがすごく面白いなと思っていて、それは三田村さんのもちろん今回の作品だけではなくて他の作品にも基本的に共通している部分かなと思うんですけれども、やはり今回はその三田村さんと南極観測船富士が奇遇にもこう同じ誕生日 で、うん、 そ、 うですね、でそれをきっかけにこう、うん、ストーリーが、うん、新しい風景がこう立ち上がってくるというのが、うん、すごくやっぱりこうリアリティもあるし、はい、面白いなと思って、そうですね、なんかもういつもこう自分とこう地続きの中にあるこうテーマしかなかなか作品ができないので、うんうん、どうしてもこう、こうフィールドワークの中で、まあ、いろんな入り口があるじゃないですか、はい、なのでそこに目の前に南極観測船がただあるというだけではなかなかテーマにしないと思うんですよね、うんうん、まあ、いろいろなものがあるし、そうです、もちろんね、フィールドワークする中で、うんうん、なので自分とのなんか接点がどこかにないとなかなかこう私の場合作品にできないし、うん、ただまあそこの接点をこう手がかりにこう逆にそういう自分から一見すごく遠い、うん、あの存在のテーマの中にも、うん、あの共通する何かが自分の人生だったり、うん、自分と社会とのつながりみたいなものを、うん、なんかこう見出せた時に、うん、あのよりなんかこう、うん、可能性が自分の中の新しい作品の可能性が出てくるのかなっていうふうに作っていて、うんうん、感じましたね、うん、はい、あとあの今回の作品を拝見していて、うん、あの特にインスタレーションは、はい、あのビジュアルだけじゃなくて、はい、こう音が聞こえてくるのも印象的だったんですけど、はい、音についてもちょっと伺ってもいいですか。もう一つの、サウンドインスタレーションとその真ん中 の、 その富士のインスタレーションがあのつながっているんですけれども、まあ、そのつながりっていうのが「Till We Meet Again」の、 その、 あの歌なんですよね、うん、でその映像作品の方の「Till We Meet Again」のその元になったテーマ曲っていうのを、はい、実際にあの私が歌っていて、その音声を、まあ、あの歌を、インスタレーションとして流しながら、はい、で一方でそのあの
南極観測船富士が停泊している時に、まあ、停泊しているところでこう金属音が、こう金属がきしむような音が、ちょっと怪獣みたいな風にガーガーっていう風に近づくと聞こえてくるんですね。まあ、その何とも不気味な音なんですけど、うん、でその音をまあ、収録して、それで私の「Till We Meet Again」の歌声とその、まあ、富士の船の音が何かデュエットしてるみたいに聞こえるように、うん、聞こえないかもしれないけどまあ一応デュエットしてるようなまあサウンドインスタレーションとして、うん、その歌だけの空間と、はい、まあ、一方でその隣のインスタレーションの中から船の音の、その怪獣みたいな音も聞こ、うん、まあ、一緒に流れているっていう、うん、まあ、そういうつながり方をしてます。うん、はい、なんかサウンドインスタレーションの部屋は、はいはい、その壁にこう柄物の壁紙が貼ってあったりとか、はいはい、空間としてもすごいこう印象的だったんですけれども、はいはい、その雰囲気というのはどういった形でこう、はい、三田村さんが展示を作るときに目指されたか教えていただいてもいいですか。はい、まあ、もともとそのサウンドインスタレーションの部屋もアッセンブリッジ名古屋 の、 会場ではまあ、通常の展覧会展示スペースではなくて名古屋港にある昔の名古屋税関の、はい、寮研修とかに使われている、うん、その、まあ、社員寮の中が、その会展示スペースだったんですね。でその中でだからいくつか部屋があって、はい、でその一つがまあ、絨毯の、まあ、壁紙が、まあ、普通のその何ですかね生活スペースっていう、うん、特にまあ70年代1970年代の私が子どもの頃にこう思い出すような、はい、そういった普通の部屋の午後の昼下がりを思い出させるような、うん、部屋だったんですが、はい、小さな。でそこでサウンドインストレーションやろうと思いついて、うん、でまあ、富士の、まあ、富士の船のねキーカラーがオレンジなんですけれども、はい、でそこの部屋の中の日差しがオレンジになるように、うん、まあ、光も、うん、オレンジのフィルムで色を変えて、それでちょっとこう何て言うんですかね、まあ、現実と非現実の中間にある、うん、まあ、場所として、うん、でハンドバッグから、はい、声が聞こえてきて、うん、でその部屋のユニットバスのその小さなスペースが、はい、まあ、まさになんか富士の船室のような、うん、イメージ で、はい、でそこから富士 の、 音が聞こえてくるっていう、うん、でそうやって、まあ、デュエットをしているような、うん、空間を作ったんですけど、うん、でまあちょっと私事になっちゃうんですけど、その2020年の4月に母が亡くなりまして、はい、でそのまあコロナ禍で、まあ、最後だけ3ヶ月間看病していた日々だったんですけど、うん、でその後のまあ制作ということで、やはり何ですかね、まあ、父もまあ父は2013年に亡くなってるんですけど、まあ、両親との別れっていうものが、うん、次の何か再会っていうものがね、またもしかしたらあるかもしれないっていう、はい、そういったなんかこうちょっと未来みたいなものをその空間の中で、うん、まあ、それも同様に「Till We Meet Again」っていうそのね、うん、まあ、友人たちとの再会とか、はい、会えない人との再会っていう、まあ、現実の再会だけじゃなくて、うん、何かまあ、自分も訪れる、うん、まあ、未来での、まあ、どんな再会がか分かんないんですけど、うん、まあ、そういったこう
まあ、ちょっと現実世界から離れた、はい、再会の、まあ、風景っていうのも、うんうん、少し、その空間の中に、うん、要素として取り入れたのがあのその、うんうん、普通の部屋のような、はい、あの空間の中で、うん、バックから声が鳴っていたり、うん、まあ今回美術館の中だと、うん、こう照明が呼吸のように、うん、ついたり点滅していまして、そういうちょっと現実ではない、うん、こうなんか古のものとの再会みたいな要素を、うん、まあ、もちろんその、まあ、富士もそういう要素がありますけど、はい、あのそんなイメージですかね。結構あのサウンドインスタレーションを見ているお客さんの様子を見ているとなんかこうやっぱり歌声に惹かれてどこから鳴ってるんだろうっていう感じでこうちょっとずつ近づいていく、でカバンの中から鳴ってるんだっていうのに近づいて気づくっていうお客さんが多くて、そういった意味ではなんかだんだんとこう近づいていって、そうですね、はい、そうそう、まあちょっとしたねことなんです、違いなんですけど、はい、そういった違和感みたいなものが、うん、あの音楽が流れ空間に流れているって、はい、まあ普通のことなんですけど、うん、それカバンから流れているっていうことで、うん、何か、うん、不思議な身体性みたいなものが、ね、あるのかなと思ったりしますかね。あとあのアッセンブリッジの時との大きな違いっていうのが、はい、アッセンブリッジの時は「Till We Meet Again」っていう映像作品と、うん、あとインスタレーションとサウンドインスタレーションがそれぞれあの別のところで展示されていたのが、ね、今回その一つの場所でこう集まって展示されているんですけれども、はい、その違いについては何か三田村さんがこう実際に展示してみて何かこう感じたこととかってありましたか？うん、そうですね、まああの本当に、まあ、空間的なねその失礼として、まあ、あの共存できるだろうかっていうのは、うん、あの最初の段階で、うん、あのまあ、やってみるとどういうふうになるかなと思ったんですけども、うん、でも、まあ、実際には、うん、あの一つ一つの作品として、うん、あのそれぞれの作品の持ってる入り口みたいなものに見る人が、まあ、あの無理にこうあのつなげてみなくてもあの、まあ、いろんな入り口から入ってもらえるような空間になってよかったのかなと思って見ています。なんか確かにお客さんもこうそれぞれの作品を見て最後ぐるっとまた戻ったりっていうなんかそれぞれのなんかこうきっかけがあってこう見ていく印象があったので、そういった意味ではこういろんな見方がある作品っていうことができるかもしれません。なんか今なかなかこうコロナでこう海外への移動が難しくて、まあ三田村さんかなりその Till We Meet Again もあの滞在制作中に外国での作られたように、まあなんかその気軽に今海外に行って滞在制作ができない状況ですけど、まあ今後の活動っていうのもちょっと伺えたらなと思ってるんですけど、なんかやっぱり今の状況っていうのはすごく制作ということに関してはなかなかやりづらい部分っていうのがありますか？そうですね、まあ逆にあの日本にいることで、はい、あの今度今まで海外であのやっていた滞在政策をあのこの2年間は、うん、日本のいろんな、まあ、地方で、うん、あのやることになったので、はい、逆にまあ今までやれなかったやってこなかったそのまあ日本だからこそ自分がまた見出せる新しいなんか、うん、テーマというか作品の制作というかそういったものがあのまた広がったかなっていうふうに思ってます、うん、はい、うん、まあこういった状況の中でね、なんとかこう工夫して、そうですね、
制作を続けるっていう、うん、そうですね、まあ確かにまあ、これまでのように、まあ、海外に行って、うん、まあ、展覧会をやってとかっていうのは、うん、まあ、一旦ちょっと立ち止まるにはいい、うん、こう時間だったかなと思って、うん、まあ、ずっとその生活がね続いていくのかって、まあ、いつかは何か変わる時が来るかもしれないっていうふうに思いながら、うん、その「Till We Meet Again」の映像作品を最初作ったのと、うん、それなまるで予期していたかのようにちょっとそういった日常が、うん、こう当たり前じゃなくなった時に、はい、そうですね、今まであんまり自分が目を向けてこなかった、うん、その日本っていうところが、うん、まあ、ずっと東京に、はい、こう30年以上住んでいて、で東京だけがもちろん日本ではないし、うん、でそれを外国に行くのと同じように、うん、自分が今までこう気づかなかった新しい視点みたいなものを、はい、持てたり、うん、でそれが自分が日本人だからこそ、うん、より深くこう、うんうん、感じることができる部分だったりとか、うん、そういう意味で今までできなかったことができていくようになったらいいなと思ってます、うん、今年もまた具体的には言えないのかもしれないんですけど、いくつかやっぱり展示が決まってらっしゃるんですよ、ね、はい、すでに去年から取り掛かってるのは、まあ、鳥取県の米子市っていうところで、はい、これもやっぱり、まあ、地域のやっぱり地方がどんどんね、こう、これまでの それこそ私は若い頃の地方都市の勢いっていうものがどんどんこう、まあ、変化していく中で、町となんかどうやって人とか共存していくのかっていう場所で何か作るっていう時に、まあ、自分なりのまた出会いの中で、まあ、こういう美術館のスペースじゃなくて、その日常の場所で、うん、なんか作っていくっていう、そういう時間をかけて作っていくっていうことを、まあやろうとしてます、うん、それで特に海外でやる場合はやっぱり2ヶ月とか3ヶ月とか、はい、大体、まあ、長くても、まあ、4ヶ月の滞在のプログラムみたいなことが多いんですけど、うん、はい、で今日本でやる場合はもう少しその長いスパンで、うん、こう数年をかけて一つの何か形にしていくっていう、うん、はい、それを発展させていくっていうことができるので、うん、なのでまあ自分にとっての制作っていうだけじゃない、なんかこう街とか人とか場所との、うん、関わりに働きかけていけるっていう、うん、その中でなんかまた自分がこれまで作ってきたものをまた違う形で、うん、はい、こう、発展させていけるというか、うん、そういう意味で楽しみにしています、うん、はい、うん、なんか今後の活動もすごい楽しみです、ね、そうですね、うん、なんか、まあ、自分が何を作るのかなっていうのが毎回、うんうん、そういうまあ、フィールドワークでは予想ができないから、うん、毎回その場でこう実験して、はい、で発見して、うん、で発展させるっていう、うん、なかなかその美術館スペースできない制作の仕方になっているので、うん、でそういうものがまた、うん、その形になって、うん、こういう美術館の空間みたいなところで、うん、今回みたいに、うん、
形にできたらそれも、うん、それもいいかなと、面白いかなと思ってます。そもそも美術館で展示をするのが、うん、特にその関東だと結構久しぶりですよね。そうなんですよね。意外とね、そうです。そうですね、関東だと北関東ですけど、アーツ前橋で2015年に発表したのが、はい、そういえば関東周辺では最後かなと。その後はそうですね、まあ、海外も多かったし、地方も多かったし、はい、あと愛知トリエンナーレとかで展示されていて、はい、本当に関東っていうと2015年以来ということですね、うん、そうですね、まあ、あのコレクション展とかね、はい、そういった形 の、 あの部分的なインスタレーションとかは、うん、あのありましたけど、うん、はい、フルで、はいはい、最初からは久しぶりです本当にあ、そういった意味では、はい、今回の恵比寿総裁の展示は非常に貴重な機会だと思いますので、はい、会期が2月20日までとちょっと短いんですけれども、はい、あの一度ご覧いただいた方も、まだご覧いただいてない方もまたぜひご覧いただければと思います。はい、それではそろそろお時間になりましたので、はい、これであの三田村さんとのラウンジトークを終了させていただきたいと思います。三田村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。